今日はですね、ルアーマンのゆういちさんと、前回フライマンの方と訪れてですね、かなり効果のあった渓流に来ています。さあ今日はですね、ゆういちさんがどんな釣りをするのか楽しみですね。去年も、一度走行させていただいたんですけども、いろんな技を見て学べるとこがあるな、あればなと思って、思ってます。ではこのまま釣り上がっていきたいと思います。逆光ですよね。やっぱ食い気あれば一発ですよね。思ってたより小さいサイズですけど、かわいいですね。いい笑顔だ。今結構でかいのが反応しましたね。反応はあるんだけど、ダメですね。頑張りました。
左側で一回反応あったんですけど、はい、いきなり上げましたね。撮ってますよ。すぐですね。今なんですね。あれだけ点からね、すごく流しても一発目で上げてくれましたね。さすがです。もう雨でくっついてもうやりすれ。おーおーすげえ。うわすげえいるっすよ。めっちゃいるけど今白浜の方にみんな走っちゃったっすね。一匹あの出たのが焦っ、あー食わね、今の食ってくれよ。食わね、食えよ。あーちょちゃんと食ったよ。前回来た時はイワナなんかほとんど釣れなかったのでここだけで
イワナ4、ヤマメ1ですね。サイズもまあまあ。めちゃくちゃ綺麗だ。あ、すげえ。この辺で、今日おしまいですね。最後、ゆういちさんが釣ってくれそうな気もするんですけども、おでと。雨がもう強すぎです。アウトか。お手上げでじゃあこれで農家にしますか。はい、ゆういちさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。あ、入ってます。最後の最後にまた